三輪選手はこれもう座ってますね。すぐ流れましたね。そうですね、もうそのままでいいんじゃないですかね。現地に帰りづらい。さあ監督行きますか。ピンチがあると思うんですが、最終回行こうか。ピンチヒッターダメ押しに、最終回ダメ押しに行きましょう。バッター野村、よし元祖二刀流だから。はい、バッティングがいいのよ。なるほど、二刀流を最初にやった男。そう、ピンチヒッターで野村が息子連れてきてるからね。チャンスカードも行く、バンド行きますか。チャンスカード行く、チャンスカード引きましょう。まだ残ってた、ダメ押しますか。チャンスカード出して野村さんまで取っていた方がいいじゃないですか。いやいや、お前打ちてだけだろ。次の打席俺なんですよ。引け引け、俺なんですよ次。俺なんで今までキャッチャーずっとやってきたんですよ。打つのが楽しみでやってたのに。一人でも振りつくよ。野村さんだよ、野村さんだから。野村さんも一回出たでしょ。ダメですよ、審判も一回出たから。ダメでしょ、もう締めたお前は。誰も賛同しないです。あいつに打たせてね。さあ野村がチャンスカードは引きましょう。チャンスカードは、さあチャンスカードをここで使います。もう使い切った。はい、あ、使っちゃったか。あ、そうですね、2回使ったんで。もうチャンスカードいらない、いらない。走ってメロディ誰だ、誰ですか今の声は。誰だ、誰ですか。あっちのベンチがざわついてるぞ。なんだ、なんかざわついてますね。誰だな、あかね、走ってメロディ。芦田愛菜ちゃんが来てますね。芦田愛菜、面白いの出てきてるの。誰だ、芦田愛菜だと。スワローズベンチに芦田愛菜がいる。モノマネ集団なんですね、スワローズというのは。本当ですね。はい、今スタンドから1週間だっていうのは走ってメロディ。芦田愛菜、何回言うんだよ。芦田愛菜じゃねえよ。誰だよ。ビア選手ですね。ビア選手の芦田愛菜。またビア選手です。あの人は野村ね。モノマネで取り返そうとしてますよ。またさっきの実際出ねえよ、あのモノマネじゃ。さあ行きましょう。さあ、さあ野村さん。オーケー。よいしょ、トラです。ワンです。一体いい得意をした野村が。最終回に入っています。持ち上げた、いけいけ、いけ、よっしゃー。村がヒットを打ちました。ナイスバッティ。さあ追加点のチャンスを。代走ですか、作れた。代走です、代走。代走誰か行けますか。さあ一番足速い人、足速い人、行こう。代走、代走、代走、三原さんが代走に切ります。18歳三原さん代走。バッターは山崎。橋本さんどうですか。バッターました。バッター、おー、ターボです。まさか野村ジュニア。あ、やってるじゃん。三原が盗塁を決めました。さあこのままいくと、なんとスワローズがこれ負けてしまうという、そういう結果にもちろん終わりたくないですよね。そうですね、ここを抑えて最後の攻撃につなげてもらいたいですね。もうさっきの、はい、おめえ返上してくださいよ、さっきの。バッターは国語。
ちました。これはファールです。さあ放送席には江川さんに来てもらいました。やばいよやばいよ、リアルにやばいよ、ほんとにこれ勝たないとやばいよ、リアルに、リアルなっちゃう。ありがとうございます。本当にスワローズはモノマネがね、皆さん好きなんですね。ツーアウト、そして平泉成さんもいらっしゃる。どうしても打ちたくて行け行け、あと1点。あれ、バッターは藤田。打て打て。あれ、さあトータルテンポス、オッケーオッケー、来た、落ち着け落ち着け、電となって言ってますけど、電となって言ってますけど、おー、落ち着け落ち着け落ち着け、電となってくるんですかね、落ち着けよ。いた、スケット外国人選手、はい、ピンチランナー、サード三塁三塁三塁三ピンチランナー、ピンチランナー、いや、ここでピンチです、ピンチランナー、え、あれはさっきから味方になった、味方になった、トレードで行ったらいい、いつの間にトレードしたんだ。さあ、庭が起用されました、ピンチランナーです。忍びねえな、たまわんよ、誰が勝手にやってるんすか、滑った、おい、なんだなんだその打撃は、同じとこさ、どうぞ。さあ、宮を返せる感じした、待て待て、体引きつけろ引きつけろ引きつけろ、食べて食べて、とりあえず髪の毛切った方がいいですよ、角っこいです、めっちゃうまい、何しに出てったんだよ、何やってんだバッター、あと、宮さんは何しに来たの本当に。